時刻は七時を回りました。おはようございます。ザキミリョウの不動産相談室の時間です。お相手は私、ザキミリョウです。この番組は、ギノワンヒルズ通り、FM ギノワン、海の見える素敵なスタジオより、七時三十分まで放送いたします。どうぞ皆様、最後までお付き合いください。はい、本日もよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、なんか、量… きょう今日は、なんかこう、はい、ここのスタジオ来る前にうん、うん、営業時間の前にこうちょっと仕事が入ったりもしてたんだったっけそうですね、うん、ちょっと今日は、うんえっと、朝8時ぐらいかな、お客さんから連絡来て、僕たち10時からなんですけども、うんうん、8時から連絡来て、ちょっと物件案内してほしいってことで、連絡あったのでうん、うん、ちょっとすぐにちょっと駆けつけてですね、でそれ終わって今、ちょっとラジオに来てる感じですね。そかこういういさ 時間外で動くことも多かったりするのうん、うん、あ多いねもうお客さんに完全に合わせるっていう形になってるので<ー>そしたらもう全然夜とか9時10時案内したこともありますし<ー>でもまあどこの不動産がもう全部そうするかって言ったらそうではないと思うんですけども僕たちは結構お客さんに合わせますよっていうスタイルを取ってるのでうん、うん、結構自由にやってますね。 じゃあプライベートの時間もちょっと仕事が入ったりしやすいんだねそうですねだからもう本当に抜けられない何だろうあ外せないプライベートのものとかは、はい、えと完全にちょっとお断りすることもあるんですけども、はい、基本的には、まあ、僕はお酒もあんまり飲まないのでうん、うん、夜とか全然対応しますねははい、はい、うん、ではなんか今日のゲストさんもそういったところも 聞ききながら進めていきますすか、はい、そうですね本日はですねちょっとゲストさんをお呼びしておりますでえっ、ー、とまあもう大手というんですか、ね、老舗の沖縄県の不動産県内の不動産屋さんで、まあ、長年っていうかですね働いていて一応僕の同級生にはなるんですけどもで僕はちょっと高校の頃にあの共通の知り合いがいて知り合ってでそこから連絡ちょこちょこ取るようにしててですねで今回不動産のこのお話もあるのでちょっとラジオ出てくださいって言ったら。 最初は嫌だって言われたんですけど、うんまあ、何回か説得してですねやっと来てくれましたではちょっと自己紹介の方お願いしますね、はい、はじめまして荒垣と申しますよろしくお願いします,お願いします荒垣さんはえっとですね今、えっと、不動産の中でも例えば業種っていうんですかね、はい、また賃貸というか管理とか売買あると思うんですけども荒垣さんはどの分野でしょうか、はい 今僕がやってるのは賃貸管理の営業で管理物件の仕入れという形でーオーナーさんに対して営業するような形でやってます,なるほどです、ね。何年ぐらい不動産業に入ってどのぐらいになりますかえ年数はもう今年の11月で丸5年。5年そか今僕たち今26年今年27になる年なのでもう21位ぐらいから2位ぐらいから不動産業に参入した、ねはい。多分同じ 時期そうだね同じ時期ぐらいねもうってことは僕たちも5年ぐらいあ六6年ぐらい次6年目六年目なるって、うん、早いね、はい <laughs> どうですかこの不動産入ってみて最初思ってたなんだろう、ね、僕もそうだったんですけどもあ華やかな世界なのかなと思って入ってみは見たんですけどもやっぱりいろいろ大変なことだったりとかきついこともあったんですけども、うん、荒垣さんはどうでしたまあやっぱイメージとは違うなっていうのがあって、うん でまあ、いろんなお客さんがいるなって思います荒垣さんがイメージしてた不動産屋ってどんな感じでしたまあ正直最初のイメージは金持ちうん、うん、ああ確かにはいはいで入った理由もそれあやっぱそ,それ多いですよね、うん、イメージでうん、うん、要は収入が結構得られるかなと思って不動産業に入ったみたいな最初はそのイメージで入りました、うん、で入ったところでどうでした まあやっぱり最,最終というかうん、うん、結局雇われなんで、はい、まあそこは決まってるい <laughs> あ, <laughs> あとはまあ自分の営業次第で歩、うん、合制なんでおおそうでしたか、うん、じゃあなんかこの思った金額とは別にですね例えばやりがいだったりとか最初はまあなんだろうどんなふうに行きたい行きたいというか理想、うん、例えばすぐ売買に行きたかったとかあったのかもしくは もともと管理からスタートしてっていう理想で順番だったのか<ー>現実と理想どうだったのかなと思ってまあ最初何ですかジャンルとかは分からなくてうん、うん、そもそも不動産業をやりたいっていうので入って、まあ、賃貸とこの売買っていうこの区別も分からない状態で入ってじゃあまずはやっぱり管理からやってっていうので、まあ、そこからどんどん積み重ねて、うん、今まだ売買は何件かしかやってないんですけどうん、うん えー、今はまずは管理やってその後管理営業っていう形でやってますいずれは売買、うん、のほうもやっていきたいなっては思いますい、はい、そうなんですよこのやっぱり売買ね僕はちょっと逆に売買しかやったことないんですけども、うん、やっぱりやってて思うのは賃貸やったりとか管理やってからの売買っていうのはすごい強いんですよ、うん、経験がここまであったらこの売買ってった時にやっぱり話せるネタも多いですしその経験談 じゃあ、この売買した時、どういう物件がお客様入りやすいですよとか。やっぱり、そういう説得力があるんですよ。そういうところで、僕はですね、もしその。まあ、前に、まあ、戻れはしないんですけど、戻れるんだったら、賃貸して。売買っていう、この手順を踏んだ方が。いいんじゃないかなっていう、僕はこの今も。来る、例えば。なんですかね、今から不動産業入りたいという方には、それをお勧めしますね。ええ、なんか、ちょっと気になったんだけどさ、うん。この。 歩合制のお給料、なんていうんですか、雇われでも歩合制が結構多い業界だったりするの。うん、あ、あもうオッケーですか。なんか雇われだとしても、この歩合制が。歩、うん、合制度の給料の制度が多い業界なのかなって気になって。はい、あまあ、ほとんど多分そうですね。歩、うん、合制で、まあ、固定給は決まってて、それ以上はもう自分で。歩合制でっていう形。うん 固定給がだから、例えば月ね、例えばだけども、例えばじゃあ、20万ですって、うん、20万固定給でプラス、えー、と営業の分の合っていうのはやっぱり契約したりとか、うん、そういう物件決めたりしたら、そのお手,手数料がお客様からもらえるので、そのパーセンテージを、えー、と営業の方にお支払いしますよっていう、結構ね、不動産、そういうところ多いよね、はい、でも、分配ないところもあるよね、まあないまあ、そもそもこの固定給が高くて、あー、っていう例えば20万じゃなくて、うん、まあ25万で、その代わり分合ないですよとか。 そうですね結構、やっぱ不動産入る方は、うん、あの給与の面で見てる方多いなって思います、ねうん、でも、どうかな、荒垣さんあの、やっぱり頑張った分だけもらえるっていうのは不動産の一応醍醐味ではあるのかなと思うんですけど、どう思います、うん、いやもうそうですね、最近あった上この僕の会社の上司が、やっぱ、はい、えっとですね、まあ、ボーナスとは別で、はいあまあ、8月にボーナスがあったんですけど、はいはい、あ7月か。7月にあ たんですけどそれよりもこの分合がこの何んですかねボーナスよりも,うものすごい金額あってあ<ー>それ見てあやっぱ夢あるなっていうのは感じますこの方は売買ですか賃金ああなるほどですね夢ありますね <laughs> <laughs> その金額を見た時は <laughs>、はい、まあちょっと見せてもらったんですけどあやっぱ夢あるな頑張ろうって思いましたあやっぱりなんかそういうところでなんかモチベーションとか上がりますよね、うん、やっぱりも、ね、もちろん金額もあの大きい分 その責任とか考えることもたくさんありはするんですけどもやっぱりそれっていうのは経験していって僕たちまだ26とか27でまあどっちかというとちょっと若手の方に入るのかなと思うんですけども逆にねここから10年して3536になった時にやっぱりこんだけの15年ぐらいの経験があるとねやっぱりなんかちょっと違うよね全然違うと思う,うん緊張してるだいぶ <laughs> <laughs> そうだねしょあ荒垣さんはね結構僕と 初めて会った時は共通の友達がいてね。あ、そうなんだ。もっとこんなじゃなかったら。え、ちなみに業界に入ってから二人は友達になったの?。いや、もともと高校の時の、まあ共通の友達で、高校の時一緒に。ね暴れん坊した。どか、どか出したよな。暴れん坊しかしない、しない、あれ。暴れん坊、もう。 そうシ,シうショートと足っってっててもううシショョトトと言いいかな。<laughs> うんはさもうあの高校の時に共通の友達がいてさ、うん、でその子と一緒にあれしたわけよあの土木屋っていうか土木屋の雑務みたいなうん <laughs> <laughs> してからなんかカシャカシャなってショートがさあのヘッドホンヒッチーをおかしてるわけよこれこれも音入るんだけどさ <laughs> でもいいさねでそうそう土木屋ねこの柄取りしてから <laughs> そこからうんあの話すっていうかね仲良くなって。うん <laughs> でもそからね仕事してから全然合わんかったよね連絡も取らんかったし確かにうん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 いつぐらいか分からんさこの連絡するのも全然音聞こえるうんうんああ。大丈夫大丈夫そうただートはもうちょっとマイクに近づいた方がいいかもしれないあはい OK 大丈夫大丈夫はいはいっていうのがあったからラ取りしてさ うん、そこ<う>から仲良くなってって言ってで連絡もちょっと取らんかったんだけどやっぱ不動産業入ってね同じ同業者だし同級生だし、うん、情報交換したりとか、うん、あとやっぱり賃貸はねショートの方が全然プロだし自分より知識もあるからさ、うん、そういうところでこれどんなしたらいいなとか自分も連絡してるしさ、うん、そしたらショートはやっぱりね優しくこんなしてやったらいいよとか、うん、その教えてくれるのがだいぶ自分は助かってるなって思うよ。 ショートは俺のことどう思ってるかわからんけどさ、俺めちゃくちゃ尊敬してます。ああ嘘だ。これは嘘だ。結構、あ結構なんかこの同じ時期にこの資格も取って、そうだね。タッね。で、まあそこからが俺もスタートっては思ったんだけど、やっぱ取って満足してる自分がいて、その中でよくあよく見てたのが、ザキミがこの結構いろんな事業も、まあやってて不動産も 不動産ほかにもいろいろ資格取ってるさうん、うん、取ってる一応あるね <laughs> やっぱすごいなと思って<ー>そこは、うん、なるほどねちなみにさこの資格とかで全然お給料が変わったりもするのえっとねちょっとどんなかな給料この資格手当てはうん、うん、うまあ会社によってそうなんだねうん、うん、だからまあ一般的には例えば宅建し持ってますよってなったら、うん じゃあお給料とは別に固定給とは別に、うん、あの資格手当でプラス2万円お渡しします月ねうん、うん、でも月で2万円だと年間で24万さあね、うん、そこが3万のところもあるし4万のところもあったりするわけさ、えー、それほどやっぱりこの免許がないとそもそもさ宅建師が1人必ずまあ人数によって5人に1人で決まってるんだけど、うん、えといないとそもそも営業ができないわけさ そうそうそう、宅験して国家資格だから、えー、それを持ってないとまずできないから、うん、やっぱりそれぐらい重宝されるわけさね、ちょっと気になったの、あの質問していいかな、小東に。はい、えっとね、今、不動産業ってさ、やっぱり入っても辞める子が多いって言われてるさね、うんどう、どうかな、実際のところ、まあ正直、入れ替わりは、うん、激しい、激しい、なうん、そもそも、うん、まあ最初のイメージと多分違かったのかな。 じゃあ自分なんかと一緒だね。うん、<laughs> そうだね。でもそれに耐えるか耐えれんかみたいな感じかな。あとはまあ自分のやりたかった仕事なのか、あ<ー>自分がそもそもそういう感じで、うん、まあ最初に入った理由もやっぱ金持ちとかかっこいいなっていう,うん、うん、イメージで入って、ただそれだけで一応頑張れたっていうのはあるんだけど、他の人はやっぱとりあえず入ってみて、うんうん、まあどなんなだろう。 やっぱり最初この管理から入った時にクレーム対応とかうん、うん、そういったのがやっぱきつくて <laughs> <ん>思ってたのと違うっていうので多いかな多いねそうでもねやっぱりショートもね今度は5年ぐらいも続け6年目になるってことは同じ会社でずっとずっと同じあやっぱりすごいなって思うねここまで、うん、自分もねあのちょっと修業ももちろんしてたんだけどさでそこからやっぱり独立してはしたんだけども 結構大変だしさでも不動産って結構時間に追われることもあるし数字もたくさん追われるわけよね、うん、実際ね,ねやっぱりノルマがあるないにしろ自分で貸してるさね、うん、自分でこんだけは取らんといかんとかさ、うん、やっぱりそうやってノルマ達成するために例えばお客さん騙すことはもちろんできないしさ、うん、そういう営業もできないからもういかにどれだけお客さんと接客するとかさ対応して人脈がどれだけあるかが不動産の なんだろう大変なところかなと思うんだけど、うん、やっぱりショートもね最初の頃は多分不動産って何かなって分からんさね,そうだねでも経験していったらもうね5年も経験したら大体もある程度は分かってきてるかなう,<ー>んうんま,あまだまだ覚えることもあるし分からないこともやっぱ幅が広いね、うん、あるんだけどそれなりに <laughs> 最初と比べたら、うん、うん不動産の一番楽しいなと思うとかやりがいがあるなと思うところってどこ まあ楽しいは正直なくてやりがいって言ったら、うん、まあ自分だったら荒垣荒柿さんに任せてよかったああなるほどねやっぱ不動産って結構さすが不動産みたいなか言いたいことがある分かるよあの不動産だからねあのゴリゴリとかねあとは自分のノルマを達成するためにさ、うん、そういう営業したりとかじゃなくて、うん 要はあ、荒垣さんに任せて損得なしでもこの話できるっていうのもあるしこれ聞いたらこれだけ聞いたらなんか荒垣さんがお客さんから信頼されてるって感じがするね。<laughs> 本当かななんでもさショートは人間性は多分あの付き合ってたあの今ねこの長い長いってここからだけどさ付き合ってた中ではさ悪い人ではないなともちろん思うしさ逆に悪い人だったらここには呼ばないからさ自分なんかもね会社持ってるわけだしその会社の番組に出るってことはさ、うん、それなりに信用ある人しか出すことできないしさ。うん そそうそうこの放送もやっぱり流れていくからさ、はい、でいろんな人の耳に入っていってやっていくので地元密着ってことで、はいうん、そうだね、はい、あかりか何か質問あるそうねなんかいや質問というより、うん、意外とさ時間経ってて15分もちょっと喋ってるので一回 CM 行こうかな <laughs> じゃあ CM 入りますはい。 美しさを体の中から変えていく鍼灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデートヨークでは一人一人に合わせた施術を行います西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを美容針り鍼灸治療なら「イノワン鍼灸整体」ヨーク アイドマ印刷です印刷でお困りの中南部の皆様へ地域に寄り添い創業42年の実績でお手頃な価格とスピーディーな対応で力になります印刷のことなら「アイドマ印刷」にお任せください電話番号0 9 8 8 3 3 1984 1 1 2 2年創業のカーボディのぼり川は愛車の修理板金塗装。 車検、ETC 取り付けなど経験豊富な職人が丁寧に仕上げますスズキの新車も取り扱っています沖縄市消防本部道向い、カーボディ上り川お送りしておりますこの番組はザキミリ亮の不動産相談室ですこの番組ではメッセージを募集していますメールアドレスは7 9 7 f m g i n o o c o m 繰り返します メールアドレスは7 9 7 f m g u i n o a c o m また、この番組は YouTube でもネット配信しております。f m g u i n o のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。えー、YouTube チャンネルの登録も合わせてお願いいたします。また、サイマル放送も行っております。 スマホで聞く場合、アプリリスラジかマイチューナーラジオをダウンロードしていただいたら、いつでも皆様のご視聴しやすい環境に合わせて視聴が可能です。えー、メッセージも合わせて番組にぜひご参加ください。えー、それでは後半に入ってみたいと思います、うん。はい、では後半戦お願いしますね、荒垣さん。<laughs> お願いします。<laughs> はい。ちょっとね、初めてやっぱりラジオとかもするがちょっと緊張してはいると思うんですけど、本当はこんなではないんですよ。うん いやなんかさっき CM 中にうっすら聞いたんだけどもうちょっといつもは砕けた感じなんだっっもう全然違うだから今日、うん、でもまあ緊張してるっていうか多分、うん、みんな流れるって聞いてさ緊張してるやつだけどさ、うん、それに自分のなんか仕事について話すってさちょっと難しい部分もあるよね絶対、うん、でも同級生だっけみんなそうそう同級生今3名同級生だね喋ってるそうだ、ね、なんかはなんか先週に引き続きゲストがいると。そうそうそう なんか楽しいですよね。三、ね、名だとやっぱ違うね。二人きりも楽しかったけどね。<laughs> これ自社前の週もこれ行ったね <laughs> <laughs>。この流れ好きさ。<laughs> ごめんごめん。じゃあ本題行くか。オッケーです。じゃあ本題行きましょうね。うん、じゃあちょっと荒垣さんに僕の方からいろいろ質問していきたいなと思うんですけども、はい、荒垣さんはこのね今賃貸管理してあの賃貸の何て言うんだろう紹介斡旋っていうのかな、はい、してるってことなんですけど今後はどうなんだろう。 どんなふうになりたいとかってあるの。まあ最終的にはもう売買もやりたいなとは思ってるんだけど。うん、まずは今新築のまあ今いる部署のこの管理物件を取りたいっていうのがあります。うんうん、この取るっていうのはどういうことなのかなえっと新築の管理物件ではオーナーと何か。するってことあ,うあの。まあ新築建てるじゃないですか。建てて。 それをまあ管理ささせててくだいいっていう営業、うん、これってさ新築建てるさね建ててオーナーがどこにいるって、うん、じゃあどんな人で突き止めるのはあの自分なんかはこの会社で建築新聞っていうのを取っててそこから、まあ、どこで建築するっていうのが出て、うん、まあそこのオーナーの家行って、うん、ああなるほど、ね、シンプルにも営業はいはいはいでこれじゃあショートは今それの担当してるってことそそうそう,そうあなるほどねでも 一一棟棟ってことでしょままるるアパート棟、うん、結構ね取れたら相当嬉しいんじゃない新築の一棟ってえめちゃくちゃ嬉しいけど、うん、やっぱそもそも建築も設計する段階で管理会社って決めてるからその中でひっくり返せるかあ、ね、なかなか難しいけどでもこれ営業力が問われるってことだねもう一番かなって。うん 何軒か取ってるのそういうのを取ってきてる今一応1軒おお最近やったのその部署になったのは今はいあそこに移動してからは2年ああなるほどねやっぱ新築のあれ取るのって難しいんだね難しい新築だけではないんだけど中古物件とかそういったのも要は管理移行みたいな感じあそうそう管理移行だったりまあ空き家でそこをもしだったら募集出して管理までさせてくださいとかああなるほどね何でもあり うん、でもやっぱりこういうのはすごいなと思うわけよ相当時間かかるわけよ不動産ね、うん、やっぱこういうの時間かかるけどそれをね地道にコツコツやっていくっていうのがよ、うん、すごいなってやっぱ思うね賃貸とか管理とかはさだから自分もねやって今賃貸とか管理とかやりたいなってやっぱり思うわけさやってねあ自社の物件とかあるけど自社の物件とかはもう管理会社任してる あ、そう,なそうそうそう、本当は自分でやってもいいんだけど、できるさね、うん、一応工藤さん。うん、できるんだけど、もうちょっと手が回らんっていうかね、今。今一人。藤さんの今ひあの営業は一人。で、また経理はいるんだけど。あ<ー>うん。自分もやっぱりこの大きく。するっていうよりは、まずは今やりたいのは、この。うん、もう足元固めてさ。あ、土台作って。そうそう、土台作ってから、うん、まず自分がこの一人営業マンで、この。会社の。マ、ま、ン、あ、ね。 買おうととして売ってっいいいいいきた自分売らないといけなけいからさ、うん、だから他の人とね雇ってもいいんだけどその方がやっとやるよりは、まあ、一旦まず自分信用してもらうっていう、うん、そこに土台を置いてるかなっていう感じかな。でなんかもうなんだかんだ残りあと3分ほどとなりました。早いね。ね。ただ一応ショートとはさあの来週2週にわたって話するので。 じゃあ来週にちょっとあのもっと深掘りしてはいあの賃貸についてとか聞いていこうかなと思うので,、うん、でじゃあ最後に一個僕から質問していいですかあと一つえっと外はね賃貸とあち賃貸で住むアパートと購入するのってどっち派えもう購入一択購入一択、うん、なんでえ自分のものになるから資産になるから、うん、あなるほど明かりは もうあかり賃貸しか選択肢がないと思ってた自分にはっていうのか賃貸で住むか購入して住むかでしょそうそうそうそもそもおっきいお金をんかこう借り手まで家に住むっていう発想がないから賃貸一択だなって思てなるほどねこれ分かれるよね不動産屋でもだから自分もいろいろ聞かれるけどさ毎回多分ねートも聞かれるでしょどっちがいいのって実際のとこ。 はっきり言うとお客さんのその将来像とかどう考えてるっていうのをヒアリングしないと答えは出せなくてだけどね書道はやっぱり本人自分自身としては購入一択ってことは買ったのまだうん買ってないこれから今後買う予定もあるのできたらって感じいいねマンションうん買うんだったら戸建てかなあいいねへえやはり住む一緒に部屋準備してみてそうだね はいはい。うん。じゃあ今週もありがとうございました。はい、来週なんかちょっとどんな話するか。どうく？そうだね。来週はもうこのその賃貸と管理の今まで経験だったかとか、ショートの経験だったりとか、うんうん、もう大変だったこととか。はいはい。あとはこの内容あのもう中身っていうか、例えば初期費用ってど何がかかったりするのとか。うんうん。 そういうのはちょっと深掘りして聞きたいなと思ってますね、うん、はい、来週にはショートさんの緊張も取れるといいね、うん、そうだね、はい、もう多分取れてるはず <laughs>、うん、じゃあ今週もありがとうございましたはい荒垣さんありがとうございましたありがとうございました